ジン・キサラリThe Wheel of Fate is turning. Rebel One, Action. さあ決定戦。なんか前もこのカードだった気がせんでもないな。6へ当てて逃げたく、1A につなげて6でいいつまめ。裏アタック。動画戻ってきて、ハック初で終わる。オーバードライブ。画面端まで電光ベスト。ジャンプレシーカウンターがゴールで拾い切れず、その後つながって画面足背負ってのフェンリッチ、キレンソーは当たりませんと。6周から6でツバメ、奥攻めはコパコパつながっている。ツバメ特殊無双、ダメよ先に。ジャンビとジャンディが相打ち、コパコパジャンプし、さあ逃げる逃げる必勝拳、6ビーキャンセルから6ビー2段目から、そして5ビーつながらない、ジャンプし中段直が直がラビーキャンからビラゴービーが90ぐらい、これが強い。3、4、戦勝負だからもう一回セカジン動作締め、ただツバメは使ってジャンプシーン2ではさすがに繋がらないと。3、4締め5尾クラウがその後クー投げ、オーバードライブ使って出たー出たやめておけ。レボン3アクション開幕、触ってるのはライチだが、ガメシ直球が直球が飛んで、しかし棒体育素晴らしい。特進6リーツマメしっかりとフィレンソー相打ち、ボールが戻ってきてしっかりと 2C3C 地上ぐらい確認から、ジャンプしカウンター足しがつながらなくなった。ロケつながる、ボールが戻ってきてうまいこと画面足 6DD で表が当たって表タックラビキャンを使ってダメージを伸ばす、ミドル投げ抜けてここでコパ投げ、ラビキャンを使ってガースト対策もしながらだったら、ここでオーバードライブジャンプにつながって拾い直す。独身で勝ったな菊池王、ライチウィン。私もあなたと同じ目をしているのかもしれない。